仕事帰りの僕にセクシーな誘惑が襲いかかる。でも僕はそんな誘惑には負けない。どっかのおっさんが夜のネオンの中に消えてゆく。ストレス発散とか言いながら、でも僕はまっすぐ家に帰るんだ。僕は割とまっすぐ生きるんだ。そんな誘惑には負けない。そんなうまい話に乗らない。そんなことぐらいじゃめげない。仕事帰りの僕にセクシーな誘惑が襲いかかる。でも僕はそんな誘惑には負けない。タブーてんてんてん。